リュディガルシアは、フランスのムール出身の元サッカー選手、現サッカー指導者。現役時代のポジションはミッドフィールダー。現在は、リーグアンのオリンピックリオンの監督を務めている。父親のホセガルシアはスペインからフランスに移住し、CS スダンでプレーした、プロサッカー選手であった。ラスクリ・ール・メトロポール父親が、地元のコルベ・ユエソンヌで監督をしていた時に、チームに加わり、 カデッテ年代までプレーした。コルベイユは全国大会に出場するレベルではなく、その後ビリー・シャーティアンに加わった。18歳の時にバカロレアを得て、ラスク・リール・メトロポールの下部組織に加わった。1982年にトップチームデビューし、1988年にクラブを離れるまでに約170試合に出場した。1984年12月、 パルクでプランスで行われたパリ・サンジェルマン FC 戦でプロ初得点となる決勝点を決めた。攻撃的ミッドフィールダーであったが6シーズンで4得点しか上げていないが、これは自分で得点することよりも攻撃を組み立てることに熱心であったからだとしている。選手生活の晩年と引退後1988年に SM カーンに移籍し、 ロベール・ヌザレ監督とダニエル・ジャン・デュプー監督のもとでプレーした。1991年には FC ・マルティーグに移籍したが背中と膝に重傷を負い、1992年28歳の若さにしてプロ生活からの引退を余儀なくされた。1992年から1994年まではグラウンドを離れユース年代の指導者資格を取得するとともに、 第2の人生のために、パリ第11大学に入学して、第1課ほどを終了した。勉学と並行して、かなル・サタライトルに勤務し、まずは試合後のインタビューを担当するリポーターを、次に、スタジオでの試合解説者を務めた。初期の指導者、経歴1994年には故郷に戻り、少年時代にプレーしていたコルベイ・ユエソンルで、再び選手となった。 1995年、1994から95シーズン終了を2ヶ月前にして、コルベ・ユエ・ソンヌの選手兼任監督に就任し、クラブを降格から救った。1995から96シーズンはクラブをリーグ中位に導き、1996年には選手を退いて監督に専念した。1998年、 リーグルに所属していた AS サンティティエンヌのヌザレ、監督は、かつての教え子であるガルシアをコーチに迎え入れ、ガルシアは、クラブ組織の運営方法に引き付けられた。2年間フィジカルコーチとして働いた後はスカウトとなり、対戦相手の調査や緻密な戦術の作成を、手伝った。徐々に、彼の役割は、アシスタントコーチに移り変わり、ヌザレ監督とジョン・トシャック監督の右腕となった。 2001年序盤にはドシャック監督がスペインに戻ったためガルシアがジャンギー・ワレムと共同でトップチームを指揮した。2000から01シーズンのサンティティエンヌは情けないシーズンを送っており偽造パスポート問題などの様々なクラブ事情によって低調な成績が続いた。ガルシアとワレムの二人は状況を覆すことができず2001年5月サンテディ,ィエンヌは リーグで降格となった。6月には、ワレムが自らクラブを去り、ガルシアは、この際に辞任することはなかったが、8月には、クラブによって解任された。世代別フランス代表を率いる道もあったが、指導者としての経歴を一旦中断し、再び解説者としての仕事をこなした。この時期には、ディープラメイティ、エントレイナープロフェッショネルでフットボールを取得した。 2002年5月21日、ディジョン・フコと契約して指導者に復帰した。クラブの基準を改善し、2003から04シーズンにはリーグ図昇格を果たした。2000から2000シーズンのクープ・ド・フランスでは準決勝に進出したが、LB ・シャトールーに0から2で敗れた。2007年6月には、ディジョンを離れて、ルマン・ユーシーと契約し、わずか1シーズンでチームを変革した。 ロマリッチ、マルコ・バシャ、ヨアン・ペレなどの選手を起用し、内容と結果を両立させた。ルマン・ UC は、リーグアンで9位となり、クープ・ドゥラ・リーグでは準決勝に進出した。ラスック・リール・メトロポール2008年6月18日、ルマンとの契約を解除し、1980年代に選手として6シーズンプレーした、ラスック・リール・メトロポールの監督に就任した。 慎重で退屈な戦術を用いた前任のクロード・ピュエル監督とは対照的に2008から09シーズンは洗練された攻撃的なサッカーに取り組んだ。ガルシアの新しいアプローチはルドビク・オブラニアクやミシェル・バストスなどといった選手の成長を促し、後者はリーグ戦でチームトップの14得点を挙げた。 若手有望株のエデン・アザールにも多くの出場機会を与え、アザールはキラ製のようなプレーでガルシアの信頼に応えた。リーグ戦の過去3シーズンで最高となる順位に押し上げ、UEFA ヨーロッパリーグ出場権を獲得したにもかかわらず、2009年6月2日、驚くことに、リールの首脳陣はガルシアの解任を決定した。解任の理由は、 首脳陣の一人である、シャビエル・セイラットとの意見の相違であったが、セイラットは同月中に辞任したため、解任から半月後の2009年6月18日、主要株主でもあるミシェル・セイド会長はガルシアに、再び指揮官就任を依頼した。1998フィーファワールドカップで、フランス代表が初優勝した、サイの監督であるエメ・ジャケなど、 フランスサッカー界の著名人の後押しもあり、ガルシアは再びリール監督に就任した。この時のフランスサッカー界では、多くの監督が守備的なアプローチを試みており、アントワーヌ・コンブアレ監督やガルシアは攻撃サッカーを、進歩する、少数派に分類されていた。2009から10シーズンもリーグ戦で改善を続け、2008から09シーズンより一つ、 順位を上げて4位でシーズンを終えた。リーグ優勝したオリンピックマルセイオもしのぐリーグ最多の72得点を記録し、メディアや解説者はリールを北のバルサと呼んだ。2011年5月、クープ・ドゥ・フランス決勝でパリ・サン・ジェルマン FC を破り、1955年以来となるタイトルを獲得した。5月21日、 リーグ戦で再びパリ・サンジェルマン FC と対戦し、2から2で引き分けて、リーグ優勝を決めた。彼は、リーグ最優秀監督賞を受賞した。2011年の FIFA フフバロンドール投票では、男子最優秀監督賞にノミネートされ、10位となった。同年には、UEFA チームオブザイヤーの監督部門にも、ノミネートされた。エースローマ2013年6月12日。 AAS ローマ監督就任が決定。11月1日のキエーボ戦では、セリエ A 新記録となる、開幕10連勝を達成。1年目でチームを2位に躍進させた。2年目も2位へチームを導くも、3年目にローマは11月、後半から失速し、コッパイタリアでは、ラウンド16で2部のスペツィアカルチョ相手に敗退。2016年1月13日、 ローマから解任されたことを発表。オリンピックマルセイユ2016年10月20日、アメリカ人実業家のフランク・マッコートが買収したばかりのオリンピックマルセイユの新監督就任が発表された。契約期間は3年間。ありがとうございます。